このビデオは、組み込みシステムで使われるリアルタイム OS のチュートリアルです。前半では、タスクとは何なのか、システムコールとは何のかといった、基本的なお話をしていきたいと思います。また、後半では、リアルタイム OS の性能や、マルチコアシステムではどのようにリアルタイム OS は動作するのか、こういったようなお話もしていきたいというふうに思います。まず第1回のこのビデオは、なぜリアルタイム OS が必要かといったお話からしていきたいと思います。なぜ RTOS が必要なのかということを考えるにあたり、一つ例を考えてみたいと思います。非同期シリアル通信の受信ソフトウェアを考えてみます。非同期シリアル通信というのは何かと言いますと、RS232C で使われているシリアル通信のことですね。で、このような信号がありましてですね、データが受信されていないときは1のレベルの信号を送ってくるということですね。それで、データが送られてくるときは、まず最初にスタートビットというのが送られてきまして、これが0のレベル。で、0になると、次からデータが来るなというのがわかるわけですね。で、この後にデータがこのように来ますということですね。8ビット分のデータがスタートビットの後に送られてくるということになるわけです。で、じゃあどのように処理すればいいかということなんですけれども、最初はこのスタートビット待ちになるわけですね。で、スタートビットが来たらば、割り込みが発生するようにちょっと考えましょう。で、割り込みが発生しますとソフトウェアが動き出しまして、最初何をやるかと言いますと、このスタートビットは取る必要がないので、1ビット分の時間、遅延をします。そして1ビット分時間待ちますと D0 が来ますので、この D0 を取ります。で、さらに1ビット分遅延しまして D1 を取るということを8ビット分繰り返すわけですね。そうしますと、1バイト分のデータが取れるということになるわけです。で、ここで受信ソフトウェアが終了するわけですね。で、このような受信ソフトウェアなんですけども、フローチャートで書くとどのようになるかというのを次のページで見てみましょう。このような形になりますね。割り込みが発生しますと受信ソフトウェアが起動されまして、まず1ビット分遅延しますと。で、その後データを取得して、8ビット分取れたかどうか判断しまして、取れてなければ、このようにここに戻ると。で、また1ビット分待つということになります。これを8回繰り返すということになりますね。で、そうしますと、8ビット分のデータが取れると。で、これで終了しますということですね。大変簡単なソフトウェアであるということが言えるかなと思います。簡単に受信ができるということになるわけなんですけれども、それではですね、シリアル通信のポートが2チャンネルの場合はどうかということを考えてみたいと思います。まず1チャンネルですと、このような形ですね。で、2チャンネルだと、こういったようなことが起こりうるかなというふうに思います。例えばチャンネル1で、スタートビットが来て、このようにデータを取っておりましたと。で、データ3を取ったあたりに、もう一つの割り込みが発生して、ここでスタートビットが来ますと。で、ここで1ビット分待って D0 を取るんですけども、1ビット分待ってる間に、こちらの D4 を取らなきゃならないということでですね、急に話がややこしくなるということになります。こうした時にですね、リアルタイム OS を使うことによってですね、この問題を簡単に解決できるようになります。こんな形ですね。リアルタイム OS がありまして、このリアルタイム OS 上に CR ポート1用の受信ソフトウェア、それからシリアルポート2用の受信ソフトウェアを定義してあげるということでございます。具体的に書きますと、このような形になります。
真ん中にリアルタイム OS がありまして、受信ポート1用のソフトウェア、先ほどのフローチャートですね。それから受信ポート2用のソフトウェアがあります。で、ですね、このままですと、リアルタイム OS を使っておりませんので、ちょっとポート1用だけ変更してみます。こんなような感じですね。で、リアルタイム OS 上に定義されたソフトウェアモジュールのことをタスクというふうに呼びます。ですので、こちらの方、受信タスク1というふうに書いておきました。で、ポート1用の、スタートビットによる割り込みですけれども、これはリアルタイム OS の方に入るようにします。で、ポート1用の割り込みが発生しますと、リアルタイム OS は受信タスク1を起動します。で、受信タスク1は起動されますと、こちらのように1ビット時間分の遅延をします。で、今までのソフトウェアですと、ここのソフトウェアの中でぐるぐる回って1ビット分遅延するんですけれども、そうではなくてですね、リアルタイム OS の機能を使います。どうするかと言いますと、遅延要求というサービスがありまして、この遅延要求というサービスを使います。で、1ビット分の時間を指定して遅延要求をしますと、リアルタイム OS は、わかりましたということで、タスク1を、受信タスク1を停止させます。で、1ビット時間分経ちますと、この受信タスク1を再起動をさせてあげます。で、ここで受信タスク1が再起動しますので、受信タスク1はデータを取得して、で、8ビット分取得したかどうかを判断して、取得しなかったらば、こちらの方に来て、また遅延要求を発生するというような形のソフトウェアを作るわけですね。で、このような形のソフトウェアを作って、リアルタイム OS 上で動かすことによって、複数のポートでも同時に動かすことができるというような形になるわけです。この図はですね、受信タスク1と受信タスク2をタイミングチャートで書いたものですね。ここでポート1用の割り込みが入りますと。で、受信タスク1が起動されます。で、まず受信タスク1は遅延要求を発行して、で、1ビット時間分停止いたします。で、その後、リアルタイム OS はタスク1を再起動して、ここでタスク1は受信タスク1は1ビット分のデータを取って、またその後遅延要求を出すわけですね。このように繰り返すということでございます。このように見ますと、受信タスク1が実行されている時間というのは極めて短いということがお分かりになるかなというふうに思います。で、したがってですね、この受信タスク1が走っていないときにポート2の割り込みが来ますと、このようにポート2用の受信タスク2が起動されまして、ここでまた1ビット分の遅延要求を出すということで、同様な処理が行われるということになるわけですね。で、こういうふうに考えますと、ポート3、ポート4と増えていったとしても、受信タスク3、受信タスク4と、単純に追加すれば良いということがお分かりになるかなというふうに思います。で、RTOS の役割は何かということを考えますとですね、このようにですね、複数のタスクを切り替えて動作させる仕組みを提供させすることしているということが言えるかなというふうに思います。これはですね、逆に考えますと、ハードウェアリソースを効率よく動作させていますよということかなというふうに思います。もう一つはですね、タスクにサービスを提供するということです。要するに、リアルタイム OS の機能をタスクに提供するということです。例えばですね、ここで、ポート1は遅延要求という要求をリアルタイム OS にします。で、リアルタイム OS の要するに1ビット時間遅延したらば、そのタスクを再起動してあげますよという機能を、このサービスとして提供しているわけですね。で、このサービスを利用する
仕組みをシステムコールというふうに呼んでおります。システムコールにはいろいろな種類がございまして、これに関しましてはこの後のビデオで詳しくお話しさせていただこうかなというふうに思います。で、リアルタイムOSの効果を考えてみましょう。このようにですね、リアルタイムOSを使うことによってソフトウェアをモジュール化することができるんですね。で、またモジュール化するときに、リアルタイムOS上のタスクとしてモジュール化するわけで、そのタスクは、このシステムコールを使うということでですね、ソフトウェアを部品化、再利用化するということが簡単にできるようになるということでございます。で、この部品化、再利用化することによりですね、ソフトウェアを使い回すことができますので、ソフトウェアを更新代化することができるようになるということでございます。また、システムコールのような複雑な機能ですとか、あるいはこのタスクを切り替えて動作させるような、こういった複雑な仕組みはすべてリアルタイムOSが提供しますので、そういう意味でもシステム全体が更新代化するということが言えるかなというふうに思います。で、総じてソフトウェアの開発生産性が向上するということでございます。これがリアルタイムOSを使う効果でございます。以上、なぜリアルタイムOSが必要なのかというお話をいたしました。この次のビデオではタスクについて詳しくお話をさせていただこうかなというふうに思います。最後にハードウェアリアルタイムOSについて少しお話をさせていただきます。ハードウェアリアルタイムOSは従来ソフトウェアでインプリしていた RTOS の機能を完全にハードウェア化したルネサスオリジナルの技術です。このハードウェア化することによりまして、リアルタイムOSのオーバーヘッドが極めて小さい、あるいは最悪割り込み応答時間を保証するといった特徴がございまして、極めてリアルタイム性の高いアプリケーションでご利用いただける技術でございます。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。